ナミさんこんにちは、速稼塾の久保です。四国旅行いかがでしょうか。高知でしたっけね。まあうどんでも食べてくるのかなっていう気はしますけども、まあ高知だからといって必ずしもうどんじゃないと思うんですが、新潟といえばへぎそばですね。いただきました。今日のお昼早速、奥さんに料理してもらってね、美味しかった。とってもへぎそばこんなにたくさん、まあ、これはね、まあ、私のね、なんか新潟美味しいもの何ですかストーリーの中でももう最上位ですね。これしかないみたいな感じでいただきました。と同時にこのへぎそばを知ったのはあるテレビ番組、グルメ番組なんですよ。だからやっぱり私もね、テレビの洗脳に、まあ、まんまとハマっているっていうことなんで、これもディープステートの陰謀ではないかと思うんですけども、それとは関係なくへぎそばとっても美味しかったんで、これからも新潟に思いを馳せながらいただきます。ありがとうございました。